ニュースをお伝えします。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が平安南道と平安北道の農業・食料共生部門の実態を現地で把握しました。キム総理は平安南道の安州市とスクチョン郡、ムンドク郡、平安北道のパクチョン郡の各農場で一年の農作を締めくくる重要な時期に合わせて工程別の営農の指導を綿密にすることについて強調しました。夏金研究院春秋養鶏研究所でキム総理は育種を夏金業の発展のトレンドに追いつかせるための段階別目標を現実に合わせて立てるとともに正しく実行し品種の管理に力を入れるべきだと述べました。キム総理は平安南道の各食料供給所と穀物販売所で国家の穀物関連の政策通りに食料の供給と穀物の販売を絶えず改善することにも触れました。現地では協議会が開かれました。ハムギョン南道で農村住宅の建設が終盤で進められています。道内の各市郡で今内部と外部の工事が基本的に終わり最終段階で工事が進められています。党では進んだところの経験を一般化し競争意識を集中するほか立ち遅れた地域を助けるための対策も講じています。また住宅建設を短い間に締めくくり同時に来年の工事の段取りをつけています。国中の学院の生徒たちのスポーツ競技2022が10月28日から31日までの間に平壌市で行われました。教育委員会キム・スンド委員長、平安南道人民委員会パク・チョルホ副委員長、関係者と学院の生徒たちが競技を観戦しました。この度のスポーツ競技では国中の学院から選ばれた300人余りの生徒たちがバスケットボールとバレーボール、高跳び、走り幅跳びなどの種目で競い合いました。スポーツ競技では江原道が総合1位、平安南道と平壌市がそれぞれ総合2位と3位になりました。優秀な団体と選手にトロフィーが授けられ表彰がありました。全国 IT 成果の展覧会2022が10月31日に終わりました。国家資料ネットワークを通じてバーチャル展覧会の方式で行われたこの度の展覧会に今年達成された IT 分野での成果が出品されました。そしてモデルケースと優秀な企業、優秀な製品が選ばれました。2021-2022 年の朝鮮民主主義人民共和国女子サッカー一部リーグ戦が終わりました。ネゴヤンチームが1位、4月25日チームとアムノッカンチームがそれぞれ2位と3位になりました。この度の女子サッカー一部リーグ戦では13回のハットトリックが記録されました。10月30日、平壌のキム・イルソン競技場で行われた2021-2022 年の朝鮮民主主義人民共和国女子サッカー一部リーグ戦の表彰式では、好成績を勝ち取り、高い技術とフェアプレーの精神を発揮したチームと選手に、トロフィーとメダルなどが授けられました。平壌の名称であるモランミネが、モミジのシーズンを迎えました。ボタンの花のように奇妙でユニークな姿を見せるので昔から人々に親しまれてきたモランミネに美しい秋景色が広がりました。モランミネに根を下ろした数十万本の木々が黄金色、赤、黄色などに染められてバラエティに富んだ装いをしたモランミネの秋は人々の情緒を醸しています。朝鮮労働党の導きのもとに人民の名標地としてさらに美しさを増しているここモランミネの秋景色を画家たちが競って描いています。各国の人が朝鮮労働党創立77周年の祝電と祝賀の手紙で朝鮮労働党を称えました。イギリスマルクス・レーニン主義革命的共産党全国指導者は朝鮮労働党は人民の福祉を最優先視している、金正恩総書記の指導のもとに
諸村労働党は大流行伝染病を最終的に食い止めるための人民挙げての戦いを正しく導いて、悪性伝染病から人民の生命の安全を固く守り、国家社会生活のすべての領域で人民大衆第一主義を徹底的に苦言していると述べました。キム・イルソン・キム・ジョンイル全国ベラルーシ諸村人民の友の会常設常務委員会委員長は、諸村労働党は人民の福祉のために奉仕する唯一の前衛の党だとし、ドイツ諸村文化研究会会長は、金正恩総書記に導かれる諸村労働党は人民愛人民尊重の政治を行っており、人民の幸せのために絶え間なく奮闘していると述べました。アジア地域地質層研究所の副理事長は、人民を天のごとくみなす諸村労働党の人民的性格は貿易戦争で一層はっきり現れたとし、コンゴ民主共和国社会民主主義者同盟全国委員長は、金正恩総書記に導かれる諸村労働党は最悪の逆境の中でも共和国の尊厳と国力を最上のところに引き上げ、創造と建設の一大繁栄期を開いたと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。新ヨギルがお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。実り豊かな青春果樹園の中に、平壌郊外にある茶東岩果樹総合農場の実り豊かな青春果樹園の中にいる敬愛する金正恩総書記です。1905年2016年8月17日、農場を訪れた金正恩総書記は、枝もたわわに実ったリンゴに一つ一つ触ってみて、地面がへこむほど実がなった、ぶどうの房のようだと言って明るく微笑みました。そして葉半分リンゴ半分だ、果物の豊作がもたらされたのは国が起こる兆しだと喜びに満ちて言いました。この日、総書記は実り豊かなリンゴの木を背景に写真を撮って、人民に茶東岩果樹総合農場のリンゴ作がどんなに上出来なのか見せなくてはと言いました。諸村人民に豊かで幸せな生活をさせようとの思い一筋の総書記なんです。より豊かな青春果樹園の中にいる、高田氏とお話ししました。管理職が拍手に、リンゴと梨は諸村の果樹栽培部門で主な品種となっています。分けても梨は諸村の風土に向いていて、ヘクタールあたりの収量も高い数です。平壌市農業経営委員会の金明寺部長は、梨の積み木によく使われる山梨の苗木を広める方法を科学化した発明家です。金さんの話です。돌배열매를한톤따고보면5세가구1キロ정도나옵니다。山梨の実1トンで取れる種子は10キログラムほどです。ところがその10キログラムの発芽率は3割程度で、生産性も低く、それで2009年から研究を始めたわけです。キムさんが研究に取り掛かったのは同年の4月末からでした。当時果樹栽培部門を担当していたキムさんは、出先で見逃せない一つの現象を目の当たりにしました。3月中旬頃に果樹の積み木を取って耕した畑で新芽が出たのです。生産者も見逃したこの現象に、キムさんは根の蘇生力が他の果樹より強い山梨の特性を見つけました。山梨の中は梨の積み木の1個体だけを取っていた既存の方式を破り、複数
数の個体を得られる方法を思いつきました。それを技術に取り入れるため研究を深め、一株から多くの個体を得ることに成功しました。また大量繁殖の技術上の困難を解決し、科学的な非売管理の方法も確立して、山梨の苗木を広める科学技術的土台を築きました。山梨の苗木を簡単に量産できる研究の成果が買われ、キムさんは博士号を取得しました。今もキムさんは人民に美味しくて栄養価の高い果物をもっと多く食べさせる一年に燃え、優良種の研究を深めています。管理職が博士に、講談師